で買えるほどの人気ぶりですよ。これってすごくないみたいな。群を抜いてずば抜けて美味しいんです。毎度ワイン三昧竹前です。今回のテーマはイタリアで意外と知られていない高級ワイン、スーパータスカンでーす。はい、スーパータスカンってワインの名前でもなくて、場所とかのね産地名でもなくて、作り手の名前でもなくて、一言でまとめるとイタリアトスカーナ州で作られる美味しくて高いワインのことです。はい、ちょっとね、さすがにまとめすぎちゃったから、もう少し分かりやすく言い換えると、トスカーナの特徴が出ていて、みんなに納得される美味しさで人気だから、ちょっと高めのお値段で売られているワインって思ってもらったらいいかな。だからスーパータスカンっていうのは、一つね、このワインってだけのことじゃなくって、数多くのスーパータスカンって呼ばれるワインがあるんです。で、私はね、スーパータスカンはお値段がね 2,3 万と高いけど、同じような品種を使ってるフランスボルドー地方のね10万円くらいの5大シャトークラスのもう素晴らしい味わいで、でもね、なぜかまだまだ日本ではそんなに知られていないっていうね、知られざる名ワインだとは思ってるかな。で、私の周りのワイン好きの方でもまだまだちゃんと知らない方が多くって、なんだろう、イタリアワインっていうとピエモンテ州のバローロ、あとはトスカーナ州のキャンティとかね、ここら辺が有名なんじゃない、すぐ出てくるよね、そういう人が多いんだけど、これらのワインとは違う別格な存在なんだよね。で、なんで別格なのかっていうのは、イタリアの法律をねもうガン無視して自由に作られた、完全に孤立している存在ってことなんだよね。またスーパータスカンはお値段が 2,3 万ととりわけ高価なんですよ。でもね、味わいは最高なんですよ。で、スーパータスカンは美味しくないなーっていう人、私は聞いたことないかな。で、今話したボルドーのね、ボルドー地方の五大シャトーだと安くても7万円とか10万円くらいになっちゃうし、正直年によってはあやみたいな、高い値段払ったあれに微妙みたいなね、なんてこともあるんですよ。これ経験したことある？もうね、すっごい悲しいんですよ。で、レストランにこうやって持ってってさ、飲んだらさ、え、まずみたいなね、こんな悲しいことはしたくないね。で、そんな悲劇を考えると、まあ、誰もがね、美味しいって思えるワインで、お値段 2,3 万円って嬉しくない？まあ、頑張ったら買えるよね。で、もしこの動画を見ている方で、スーパータスカン、なんじゃそりゃってね、知らない人がいたら、もったいなさすぎる、人生損してるぜっていうところで、だから普段高級ワインね、名前のワインも飲んでるけど、スーパータスカンを飲んだことがないっていう人がいたら、それはもう私的に、ワイン好き潜りです。はい、そうだと思ってる。うん、間違いない。だから今日はそんなスーパータスカンについて、1、スーパータスカンとは何か、2、スーパータスカンの歴史、3、スーパータスカンを語る上で外せない名選三者、で、最後に私が感動したスーパータスカンについてお話ししていきます。はい、じゃあまずスーパータスカンとは一体何なのか話していくね。多くのイタリアワインは1000円台くらいから美味しいのたくさんあるじゃないですか。なのにスーパータスカンは値段がね 2,3 万円くらいのものが多いんですよ。だからそもそもね、みんなでワインはイエーイって飲むようなものじゃなくて、高級ワインとしてデートでの勝負ワインとか、ゆっくりとたしなむワインとして楽しんでほしいかな。で、そんな今までのイタリアワインにはない異色なワインがね、どうして生まれたのか、はい、紐解いていきたいと思います。スーパータスカンとは、まあさっきも言ったんだけど、そもそもはトスカーナワインを超えるとね、名付けられたワインの総称のことね。で、イタリアのワインの法律、ワイン法の伝統とか格式にとらわれることはなくって、自由なワインスタイルでこう徹底的に美味しいを追求しようぜって作られたのがスーパータスカン。ちなみにまたの名をスーパートスカーナって言われてるから、まあ正直ね、どっちの言い方でもいいと思うんですよね。だからお好きな方をどうぞ。で、スーパーってつくとなんだか強い感じもしちゃうんですけど、特に強いワインとかそういうわけではないと思います。はい、じゃあイタリアワインの中で今までの伝統とか格式に縛られないとは一体どういうことなんでしょうか。はい、そんなスーパータスカンについて知るためには、イタリアのワインの歴史を少し知る必要があるから話していくよ。はい、歴史嫌いな人も逃げないでね。現在イタリアワインというと、歴史も長いし伝統もあるし、世界で1位2位の生産量を争うようなもうワイン大国だよね。でも実は昔のイタリアワインって正直品質あんまり良くなかったんですよ。あと伝統的な手法を重視しまくってて、古くからね、そのイタリアの土地で栽培されているブドウを育てて、昔ながらの方法でおじいちゃんがこう言ってたからこうやって醸造するみたいなね、なんともね閉鎖的な世界だったんですよね。こう
なんだか陽気なイタリア人のイメージから想像しがたい、こう内向的な職人気質な感じがしますね。で、イタリアワインはあんまり輸出されずに、もう国内で消費できればいいやんみたいな、そんなレベルのものがほとんどだったわけなんだよ。でもイタリアはね、気づいちゃった。どうやらフランスがワインで外貨を稼いでるっていうところにね、目をつけちゃったんですね。で、イタリアもフランスのようにワインの法律、ワイン法を制定します。これは1963年のことでした。ちなみにフランスのワイン法は1935年に制定されてるから、それから約30年後だね。法律を作ることによって、海外へのワインの輸出を増やして、外貨をフランスのように稼ごうじゃないのっていう背景だったね。ちなみにイタリアのワインの法律、はい、4つにランクがあって、上から DOCG、DOC、IGT、ビーノダターボラの4つに分けられてます。で、このワイン法で最もね、大切にしたのがイタリアワインの独自性だったんだよね。イタリアらしさっていうのをね、大切にしたんだよ。だからブドウの品種っていう観点においては、上位のランク DOCG、DOC と認められるためには、イタリアの土着ブドウ品種、だからいわゆるイタリアオリジナルの、イタリアで昔から育ってるブドウだけを使うっていう必要があったんだよね。でもこの63年に定められたワイン法だけど、70年代に入る頃、 DOCG、DOC に認定された上級のワインの品質がね、著しく揺らぐっていう事態が起こっちゃって、まあなんでかっていうと、その DOCG に認められると売れるから、政治的な感じでね、お金をつぎ込んで DOC が DOCG にこう繰り上げしちゃったとかね、そういうワインもあったりしたから、なんていうの、もう味と価格がついてこなかったんだろうね。で、その結果消費者は信頼をなくしてこうがっかりしちゃうし、また生産者同士もあそこは金使ってんじゃないのかみたいなね、不信感を募るようになっちゃうんです。まあ、そりゃそうだよね。なんかもう嫌になっちゃうね。DOCG のさ、最高格付けだからって美味しいのかって言ったらそうじゃないんですよ。嫌だ、そんなのは。で、そんな中、また別軸でね、進んでいくのがスーパータスカなわけなんですけど、もう法律とかそんな枠組みなんていいじゃん。自由なスタイルで我々は本当に美味しいワインを作ろうぜっていうね、生産者たちが誕生するようになってきたんです。それは、イタリアの土着品種である赤ワイン用ブドウ品種、有名なね、サンジョベーゼと一緒に国際品種って言われる、だから要はいろんな国で作られてるブドウ品種ですよ。カベルネソーヴィニヨンとかメルローとかをブレンドしてワインを作ろうっていう新しい製法ですね。これが後のスーパータスカの誕生なのです。で、さっきね、伝えたように上位ランクのさ、ワインにおいては、そのイタリアオリジナルのブドウしか使っちゃいけませんっていう決まりだったから、こういうね、こういろんな国で育てられてる国際品種をブレンドしてワインを作るっていう場合は、もう最下位ランクのビーノダターボラという位置づけにしかならなかったんだよ。っていうか、最下位ランクの位置づけにしての販売しかできなかったのね。ということで、今回のテーマであるスーパータスカンは、今でこそ世界から愛されるトップスター的存在だけど、ワインを作る過程では国際品種をブレンドするために、最初は最下位ランクのテーブルワインでしたっていうところで、最初はってところがまた本当にね、ややこしいんですよ。はい、じゃあここからね、なんで今最初はって言ったのか、その理由もわかるスーパータスカンを語るに絶対外せない元祖スーパータスカンについてお話しします。それがこちら、サシカヤです。はい、サシカヤの歴史は1944年までに遡るんだけど、イタリアトスカーナ州の当時無名だったボルゲリ地区にマリオ・インチザ・テラ・ロッケタっていう人がいてね、その人が広大な土地を所有してたんだよね。で、彼は大のフランス、ボルドー地方のワインが大好きだったんだけど、第二次世界大戦で、ね、フランスとイタリア敵国同士だったから、フランスワインの輸入ができなくなっちゃって、やむを得ず自分たちで、しょうがないね、みたいな。ボルドーのワインみたいなね、そんなワイン作ろうってこう決めます。で、当時交流があったボルドーのね、最高シャトーのシャトー・ラフィット・ロートシルトに、うちらだけでね、ボルドー風のワイン作りたいんだぜって相談したら、心よくカベルネ・ソーヴィニヨンの内容を送ってくれたんだって。優しいね。それで彼は自分で楽しむようにワインを作り始めちゃいます。でもね、その時は醸造技術とかさ、ワイン作りにおいて深い知識もないし、決して美味しいとは言えたものじゃなかったそうです。そりゃそうだよね。
私もすごいイタリアンとか行くとさ、ゴルゴンゾーラのニョッキが大好きで、結構必ずではなきゃ頼むんだけど、美味しいからって家で作ろうとしたらもう激まずだったわけ。なんだろう、クリームとニョッキが孤立しちゃってて全然溶け込んでないよね。もう美味しくないから二度とそこから作ってないんだけど、手順も分かんないのに作っちゃうとそういうものが出来上がっちゃうってことですよ。それが痛かった。はい、話は戻して、はい、しかしね、1968年に経営がマリオから息子のニコロに変わって、その頃ジャコモ・タケスっていうね、後にね、世界からスーパーカスタム父って言われるね、凄腕醸造家を迎え入れます。で、ニコロとタケスはとにかく美味しいワインをっていうことで、ブドウの栽培とか醸造に研究を重ねて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 、で、1978年、当時最もイギリスで権威のある雑誌デキャンター誌のブラインドテイスティングにワインを出品することができました。そこでなんとね、フランスボルドーの一級シャトーマルゴーらの名だたるワインたちに勝利し、ベストカベルネの称号を獲得しちゃうんです。はい、その日からね、世界中にね、こうイタリアですごいワインが作られてるらしいねみたいな感じで評判がこうバーって駆け巡っちゃって、当時無名だったトスカーナ州にあるボルゲリっていう産地も一気に知名度が上がって、ワインファンから注目が集まるようになったんだよね。で、さらにはサシカヤは94年にテーブルワインであるビーノ・ダ・ターボラ大会の格付けから上位ランク2番目の DOC に認定されちゃうんですよ。本まで買えるほどの人気ぶりですよ。これってすごくないみたいな、国動かしちゃったみたいな。それでサシカイアの成功があるから、他の生産者たちもよし、サシカイアの後に続けということで、このような高品質なスーパータスカンがね、続々と作られるようになっていくんですよ。で、代表的なものだとサシカイアと血縁関係にあるティニアネッロ・ソライア、他にはオルネライア・ルーチェとかかな、マセットもある、あります。はい、どれか聞いたことがあるかな。それで評判とともに価格も高騰したサシカイア DOC は現在約2万7500円くらいの価格なんだけど、どれもね、スーパータスカンと言われるワインたちは数万円くらいの価格のお高いものばっかりなんです。安いのもたまにある、ということで、スーパータスカンの誕生からどうやって世界に名を馳せるワインになっていったのかを今回はざっくりとお話しさせていただきました。本当はね、トスカーナの土がとかね、あらこだとかね、その石が白くってその反射がとかいろいろあるんだけど、それはややこしいからまたの別の機会にお話ししたいと思います。はい、ではここから皆さんお待ちかね、私が今年飲んだスーパータスカンで超感動したスーパータスカンを一つだけ厳選しました。紹介するね。それはこちら、デリン、ソライア2009年ヴィンテージ、お値段約3万7000円くらい。アンティノリというね、もうイタリアの超名門ワイナリーからの一本ですよ。で、ブドウはカベルネソーヴィニョン 75%、 サンジャベーゼが 20% のカベルネフランが 5%。 味わいはね、もうタンニンが柔らかくて上質で、熟したチェリーとかクロスグリスパイス、タバコとかラム酒とかがね、こうエキゾチックにね、ミックスされてるようなね、そう、まさにね、魅惑的な味わいでした。お値段も高くって大変素晴らしい味わいのワインなんだけど、ソライアもね、イタリアのワイン4ランクでいうと下から2番目の IGT なんだよ。本当にイタリアワインって分かりにくいけど、でもね、それが魅力の一つでもあると思ってます。まだまだ私も学ぶことがたくさん。はい、ということで、スーパータスカン、お値段は高いけど、ぜひぜひ一度は飲んでもらいたいワイン、飲まないと潜り、はい、5万円以内だったら自分のご褒美に買えるよね、買えるよね、送ってくれてもいいんだぞ。はい、今まで思っていたイタリアワインの印象を覆すと思うから、そのくらいね、群を抜いてずば抜けて美味しいんです。はい、ということで、スーパータスカンについてよく分かったよって思った方は高評価コメントお願いします。で、これからも私を見守っていたいなって思ってくださった方はチャンネル登録と LINE の登録もお願いします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。よし、差し会社ピアノ、差し会社って言っちゃった、エキゾチックスにミックス、エキゾチックス、もうサッカー間違えちゃう。